エンドミルの主な種類エンドミルとは、切削加工に用いる工具であるフライスの一種。ドリルに類似した外観を持つが、ドリルは軸方向に推進し、円形の穴を開ける用途であるのに対して、エンドミルは側面の刃で切削し、軸に直行する方向に穴を削り広げる用途に用いられる。また、端面を平滑に仕上げる際にも用いられる。 中心部の切れ場が不完全であるため、ドリルのような単体での穴開け加工には、本来適さないが、穴の中心にドリルなどで下穴を開けておくことで、軸方向へ推進して削り込むことも可能である。刃数は、ドリルと異なり、2枚3枚4枚、さらに外周に多数の刃を持つものなど多種である。使用に伴い場の先端が丸くなったり欠けたりするが、 先端を軸方向に検索することで金太郎飴のように再生させることが可能である。エンドミルは金型など削り出し部品の製作に多用されている。フラットエンドミルは先端の形状が平坦なエンドミルである。刃は災害系に構成され、水平面や垂直面を切削するのに用いられる。フラットエンドミルは工具の特性上下部の刃が弱いために、 Z 軸加工の場合は、下記のボールエンドミルを使用する。別称スクエアエンドミルボールエンドミルは、先端が球状で、主に曲面を切削するのに用いられる。そして、現代では CAM を多用しているために、仕上げ加工用に広く使われている。ラフィングエンドミルの先端形状は、フラットエンドミルと同様であるが、側面の切れ場に波のような凹凸があり。 フラットエンドミルよりも大きく切り込むことができる。しかし、その形状から、切削面は荒くなる。ラジアスエンドミルは、フラットエンドミルの下部コーナー部が、R 形状になっているために、荒取り、中仕上げ、最終仕上げなどに使うことができる。別称ブルノーズエンドミル。ありがとうございます。